です。今日はですね、斎藤知事について、えー、お話していこうと思います。その前にですね、斎藤知事、えー、兵庫県知事選、斎藤選、おめでとうございます。<laughs> まずね、斎、えー、藤知事に謝らないといけないことがあります。僕もね、あのメディアの情報に驚らされておりまして、本当にね、悪役なイメージで、えー、見てました。ただ、ねえーまあ 不信任決議案出されてね、全会一致で、えー、再度ね、知事選に立候補して、えー、今回当選して、で、その間にですね、1ヶ月半ぐらいの期間があったんですね。で、前はあの自民党とか維新の会とかからあの推薦をいただいて、あの知事当選してたりしたので、今回はあの後ろ盾がない状況、まあ、いわゆるあの無所属ですよね。で、それから一からスタートという形で、かなり悪い印象。 ですよね、あのー、県職員の方がね、えー、2名亡くなったのは、あの、知事のせいであったりとか、あとはパワハラであったり、おねだりとか、そういったことが言われていた中での、1からのスタート、まあ、0からですね、のスタートだったので、かなり厳しいんではないかなって思ってたんですけど、なんとね、えー、ぶっちぎりというか、余裕の当選という、えー、形になったので、 まあこれはね、まあどういった原因があるのかっていうことを僕の方で、えー、それなりに解説していきたいと思います。はい。えー、まず僕が思うにこの二つが大きく挙げられるかなと思います。知事が今までしてきた政策ですよね。こちらの方が本当今までにない、えー、ことをやってたんですよね。なので、あの、県職員の方とかはかなり大変な思いされて、まあ知事に不満がある方がたくさんいらっしゃったので、まあパワハルとか、 あの、おねだりとか言った時に、まあこいつをちょっと失脚させてやりたいなっていう気持ちが強まって、えー、知事を追い込むメディアから、さらにあの県職員の圧力がかかって追い込まれていったっていう形になるんですけど。ただ知事の政策はですね。まあ、非常にすごくてですね。まず、自分の身を削ることから、えー、まあ、ボーナスのカットであったりとかですね。退職金のカットであったり、あとはあの車をですね、えー、センチュリーでしたっけ？でかなり高いんですけど、それをアルファード。 アルフォードかな分からんけど、まあ、そちらの車に変えたこともありまして、かなり、えー、削減をしていたということですね。そちらから、あとはもう本当にもう不妊治療の方とか、あとは学生の支援であったりとか、まあ、自分の厩舎ですよね、厩舎の方を。 のコンパクトにしていくことであったりとか、さまざ、あ、まな政策を打っていて、えー、すごくね、あのー、兵庫県にとって、すごい財源をね、今まですごい赤字だったらしいんですけど、それを確保していって、無動にが黒字にしていこうという政策をしていく段階の途中で、えー、こういうことになったので、まあ、これからね、4年任期があるので、まあ、その間にね、いろいろなことをやっていただくような形、えー、が期待できるのかなっていうところが1点。で もう2点目がすごい大きいことなんで、こっちはあの深掘り解説をしていこうと思うんですけど、SNS ですよね、まあ、それの拡散ですよね、はい、そちらによって、まあ、若者を中心に斎、まあ、藤知事が今まで、ね、やってきたことがメディアによる捏造であったりとか、まあ、そういった、あとは申し訳なさですよね、そういうのも踏まえて、あの知事をどうにか知事に、斎藤元彦元知事を知事に。 あの、押し上げたいといった思いがですね、皆さん強まって、えー、それが1ヶ月半の間にすごい大きな勢力となってですね、はい。それで、無事当選したのかなと思っております。で、こちらのね、SNS がなんでここまでね、もうどん底の状態ですよね。そこから、なぜこの巻き返しが起こったのかっていうことを、ちょっと僕なりに解説していこうと思います、えー。一つ目としては、あの、メディアへの不信感ですね。 特にあの、政治だと、テレビ局が、まあ、非域の政党を、まあ、支持しているように、有利なように見せる報道をしたりとか、まあ、大統領選でもそうでしたよね。ハリスさんが有利みたいな感じだったけど、結局、トランプが圧勝したということもありましたし、まあ、今回の斉藤知事にとってはね、本当に嘘とかね、まあ、でっち上げですよね、いわゆる。捏造をして、え本当にね、 えー、悪役にされたとということですよ、ね、まあそれが、まあ、事実無根だったということもあってもう本当にいい加減にしろよという、えー、思いがですね SNS を通じて、まあ、広がりを見せた一つの要因じゃないのかなと思っております2つ目がですねあの立花さんの支援ですね元 N 国党のあの立花さん がですね、まあ、良くも悪くもあの人はすごく目立ちますし、まあ、注目を浴びる存在ではあると思うんですよね。で、その人が、あの、知事選に立候補したんですよ。で、それは自分が当選するとかじゃなくて、斎藤元彦さんの、えの、いいところとか、それとかメディアがでっち上げをしたこととか、まあ、そういったことを言うために知事選に立候補して、まあ、政権放送を使ってですね、まあ、知事が本当、おとしめられたこととか、 今まで知ってきたいいこととかあ配信とかでも、まあ、そうですし、まあ、そういった面であ皆さんがあこれは本当斉藤さんがやってなかったんだ、まあ、こんなにいいことやってたんだっていうことをですねもう世の中にねあの知らせめたっていうことですごいもう立花さんの存在っていうのはまあ悪い意味も多いんですけど今回はすごい良かったんかなと思ってて、まあ、そういった面でかなり SNS でも広がりを見せたのかなと思っております。 はい、えー、3つ目がですねデジタルボランティアの存在ですねでデジタルボランティアっていったな何ということを表すかというとですねあのー、SNS を通じてある人を助けたりすることを、えー、支援したりすることを言うんですけど、まあ、今回はそれが一番色濃く出たのかなと思っておりますでそういう人たちがまあ SNS ですよね、まあ。X とか様々なものを通じてですね、えー、発信していって、それでみんなの、ね、目につくことになって、えー、さらにその人がまあ拡散的に、えー、広げていくということを行った結果、今回、えー、知事が大躍進した要因ではないかなと思います。なんでこんなにデジタルボランティアが多かったかといえばですね、まず,まずあのメディアですよね。メディアが ま知事がま事実無根にもかかわらず本当にパワハラやおねだりがあったとかであとは、ね、県職員が2人、えー、実施されたとかいうこともありましたしで、まあ、そういったことがもう本当に嘘だったということで,でメディアの情報を最初は鵜呑みにするじゃないですか皆さんなんで斎、まあ、藤知事のことを悪く思ってしまってたんですよね。ただそれが 違ってたということで、自分も後ろめたい思いになるじゃないですか。なので、なおさら応援したい。元のポジションには戻してあげたいとか。まあそういう気持ちが働いてですね、皆さんの中にある後ろめたい気持ちが、どうかちょっと知事を支援してあげたいという気持ちに変わってですね、さらに広がりを見せていったのかなと思っております。なので、その、 SNS ってすごいバランスを取ると思ってて、僕、例えば、あのー、すごい犯罪者がいるじゃないですか。例えば、それが本当やったら無期懲役とか死刑にしてほしいのに、皆さんは、思っているのに、それが10年やった場合ですね。そしたら、ちょっともやもやが残るじゃないですか。で、そういうのを SNS を通じて、もうこいつの個人情報であったり、他のもっと悪いことがあったんだぞとかもあの出ても許さないっていう人が現れたりとか。その 量刑と実際の皆さんの思いが全然違ってた場合は、それを埋めようと、皆さん、悪いことを書いたりするんですね。で、それでバランスを取ろうとしてるんですよ。で、今回の場合は、斎藤さんがいいのに悪い役にされたっていうことで、その分埋め合わせできてないじゃないですか。なので、まあ、SNS を通じて、その悪い印象をどうにかもう元には戻してあげようといった動きが起こった結果、あの知事に当選したんやと思ってて。なのでその SNS のバランスを取ろうとしている意味でのすごいいい部分っていうのが今回出たのかなと思ってて、悪い部分って言っても、実際は悪くないとかっていうのもあったりしますし、ただ、本当に一方的に本当にいい人を叩いてしまうってこともあるんで、それはダメなんですけど、今回は本当に SNS のいい部分、しかもバランスを取る、いいバランスを取れた部分がすごい色濃く出たのかなと思ってて、すごいあの今回の選挙はもう考えさせられましたね。はい o ーでした。